吉本プラモデル部部員のチャーリー高木です。もう情報流れて結構経ちますかね。まあ、あのガンプラがこの度、J リーグですね、そちらとコラボすることになりましたね。コラボして、まあ、あのいろんなサッカーチームカラーの、はい、ガンプラ出るじゃないですか。まあ、出るんですけど、今回、まあ、商品化のラインナップされたものが、まあ、2019年と2020年の時に、J1 だったチームのみなんですよ。僕以前多分紹介し、チラッとですね、確かカルロ・ベローチェ作った時にチラッと紹介したものなんですけど、これですね、このガルパンのデカール、まあ、これにですね、ここ分かりますか、これ、はい、このミトホーリーホックっていう、はい、茨城のサッカーチームのデカールがついてるんですよ。これをどうしてもちょっと使いたかったので、はい、それで今回このガンダムの、はい、まあ、いろんな J リーグカラーのガンプラ出るじゃないですか。ということで今回私はこちら、この、はい、ミトホーリーホックカラーのガンプラ作りたいと思います。まあ、J リーグですね、 J リーグの、カラーのガンダムはもう普通のガンダムなんですけど、それ以外の J1 リーグのガンダムは、ラインナップされているのが、バルバトス、00、エクシア、インパルス、ストライクの5機ですね。まあそうですね、それ以外のガンプラを使おうかなとも考えたんですけど、やっぱりここはその5機のルール従った方がいいかなと思いまして、僕はこの5機の中からですね、まあ、ミトホーリーホックだったら、そうですね、まあ、我々、まあ、茨城県、ガルパンの聖地じゃないですか。ガルパン、パンツァー、ね。一番そのパンツァーに近いものって言ったら、はい、これだと思うんですよ。はい、こちら。ストライクガンダム。はい。まあ、これは、箱は、まあ、エールストライクなんですけど、ストライクガンダムってランチャーストライクってあるじゃないですか。ランチャーが、まあ、一番、そうですね、まあ、戦車に似てるかなと思いまして、今回、こちら、ストライクガンダム選びました。まあ、あと一番、まあ、サッカーって、結構決める、ゴール決める人のことをストライカーって言うじゃないですか。まあ、一番、ストライクガンダムがサッカーっぽい名前してるなと思いまして、まあ、それも決め手ですね。ということで、今回はこちら、はい。ストライクガンダムをミトホーリーホックカラーにしたいと思います。じゃ、それでは早速こちら。まずストライクガンダムを仮組みしていきたいと思います。はい、とりあえずこちら、ストライクガンダムの方、素組みいたしました。これ何年前ですかね。多分、僕が小学校くらいの時にシードやってたんで、まあ、10歳くらいですか。まあ、15年以上前のキットだと思うんですけど、うん、もう結構この状態でかっこいいんですよね。この素組みできる状態で合わせ目消せるとこは消しちゃったんですけど、やっぱちょっとここですね、足、この合わせ目消しちゃうとちょっと分解ができなくなってしまって、で塗装の時にマスキング地獄になっちゃうんで、ちょっとまだここは消してないですね。まあ、あとそうですね、塗り分け大変そうなのが、まずこの肩の、内側についている、わかりますかね、このアーマーを縁取っている、まあ、線ですかね、丸がついてるとこありますね。まあ、この、パーツ と青と赤の、胸、胴体ですか、胴体のパーツあるんですけど、その赤の方についているこのちょっとピラピラしたパーツ、それと、シールドですね、シールドの、この左右についているところと、その上についている穴の上についている横線ですね、それとこの縦一線、アンテナ部分の、本来ですとこのアンテナ黄色一色じゃなくて、まあ、横方向のちょっと斜め上向いているところが白色なんですよ。今回はちょっとその部分が気になったんで、一回そこも回収しながら、はい、ストライクもう一度分解していきたいと思います。こちら足のパーツなんですけど、まず片方の方を、まずこの、合わせ目を消すために一度白だけで
くっつけて、そして合わせ目消しをした後、このようにパーツを分割しました。で足はこのようにして分割して塗装したいと思います。こちら肩アーマーについている横線、こちらを、切り取りました。こちらなんですけど、切り取る際にこのまま縁取って切り取るってなるとめちゃめちゃめんどくさかったんで、一回、この2パターンのように切って、その後に、丸がついてるんですけど、その丸生かすのちょっとめんどくさかったんで一回殺してしまって、ウェーブさんの丸ボルト、それで、新しく造形しました。顔のパーツですが、後はめ加工ができるように後ろのピンを、切り取りました。後はめ加工をした理由が、この上部パーツの、ここですね、この、合わせ目を、消さなきゃいけなかったので、そちら後はめ加工のようにいたしました。アンテナも色を変える部分をこちら、切り飛ばして、で、塗装するために、こちらランナーの、名前が書いてある部分ですね、そちらを流用いたしました。残りのパーツ等も今分割しました。胸ですが、胸は、ここ真ん中に入っていたこの線をこちら、2枚の形に、切り取りまして、縦の方はですね、こちら、この1枚のパーツを、1,2,3,4,5個に分けまして、もうこの白い部分とこの赤横一線ですね、こちらは、同じ色で塗るのでもう接着しました。これ忘れてましたね。あとこれですね、これ忘れてましたね。はい、この縦のパーツもあったので、1,2,3,4,5,6個ですね、6個に分けてましたね。じゃあ、全て切り取り終わったので、じゃあ次は、塗装棒につけて塗装していきたいと思います。今パーツを全て塗装棒の方に取り付けたので、では塗装といきたいと思います。で、今回の J リーグガンダムなんですが、色がですね、各メーカーじゃないですね、各チームですね、各チームの、エンベルムマーク、そちらの、配色を意識した、デザインとなってますね。ミトホーリーホックのマークが、まず外枠の白で、竜の形の円の、青、そして、中が青に見えるんですけど、ちょっとあれですね、薄い水色ですかね、それに近い青の、3色で作られているんですよ。白の部分なんですけど、これですね、色は、アルティメットホワイト、こちらを使おうと思います。で、水色がかった青ですね、そちらは、これが一番近いかなと思ってこれにしましたね。ボトムズカラーのブルー、主軸となる青ですね、その青なんですけど、いろいろ迷った結果これが一番近いかなと思いましたね。これです。ウルトラマリンブルー、この3色が、調色しなくても割と近い色だと思ったので、これで塗装していきたいと思います。塗装の前に下地ですね。下地なんですが、今回、全く白じゃないパーツを白色に塗装するので、いっそのことこれですね、シルバーザフで、一旦全部銀にした後、それで色整えていきたいと思います。こちら、シルバーザフで全て塗装をいたしました。次なんですけど、青を塗装しようと思っているパーツにこれですね、サーフェイスアイボースカイブルー、こちらを、下地にしたいと思いますので拭いていきたいと思います。青塗装しました。青というか、スカイブルーのサフですね。いやあれですね、このスカイブルーのサフ、隠蔽力めちゃめちゃ高かったんで、もしかしたらシルバーいらなかったかなってちょっと思ってますね。じゃあこのまんま青といきたいとこですが、白くするパーツ、そちらに、アルティメットホワイト拭いていきたいと思います。白バッチリ決まりました。やっぱ銀下地だと白いいですね。ウルトラマリンブルーとボトムズカラーのブルー拭いていきたいと思います。青色塗装しましたね。今映しているのがこれ、ウルトラマリンブルーなんですけど、この塗料結構ピーキーな塗料ですね。希釈率が結構難しかったです。
ですが、まあ、なんとか、はい、うまく塗装できるくらいの希釈率を、まあ、見極めてやってみました。今組み立てたのですが、ちょっと、組み立てたバージョンを見せちゃうと、まあ、ちょっと、ネタバレになっちゃうかなと思ったので、もうそうですね、こちら、はい、もうミトホーリーホックのデカールを貼って、もう一個ちょっとあのコンビニでプリントでデカール作ってみたので、そちらを貼った姿をじゃあ次お見せしたいと思いますので、貼っていきたいと思います。ということで、デカールを貼り、トップコートも拭いたので、ストライク完成させました。皆さん、こちらが通常のストライクの色ですね。それでは、ミトホーリーホックカラーにしたストライクガンダムがこちらでございます。こちらがミトホーリーホック仕様にしたストライクガンダムです。カラーの方はですね、こちら、なるべく関節とか、そうですね、この肩のアーマーの線、そちらが、白枠を意識して白色にいたしました。ほぼ、ウルトラマリンブルーで塗装したんですが、真ん中、こちら真ん中の線と頭の上方向に向いているアンテナ、ここだけは、水色に近い色、まあ、ボトムズカラーのブルーですね、そちらにしたんですが、水色の配色のモチーフは2020年バージョンのユニフォームがこの、ウルトラマリンブルーみたいな青色がメインカラー で縦に、2つ、こちらですね、水色の線が入ったユニフォームになってますので、そちらを参考にいたしました。こちらまず、肩と、シールド、そちらにミトホーリーホックのエンブレムを貼り、反対の肩の方にはこちら、はい、ミトホーリーホックの、キャラクターホーリーくんをデカール自作いたしました。はい、まあ、こうやって見てみるとガンダムっぽいっていうよりかは、何でしょうね、なんかスパロボとかに出てきそうな配色になったなってちょっと僕は思いましたね。はい、ということで今回こちら、ミトホーリーホック仕様のストライクガンダム作らせていただきました。皆さんもよろしかったら、自分の推しのチーム、そのチームの、ガンプラ作ってみてはいかがでしょうか。以上、吉本プラモデル部チャーリー板垣でした。ミトホーリーホック、次の J1 はあなたたちだ。